僕たちのお散歩、今日は雨上がりにパパとお散歩に行くよ。僕はお散歩が大好きなんだ。早くパパお散歩に行こうよ。早く行こう。なあパパ、雨上がりのお散歩言うてたのにすぐに雨が降ってきたやんか。どうすんの？もうボトボトやんか。私はいいけどボスは濡れてるけどいいのか？僕は濡れたくないよ。でもなんだか楽しいな。楽しい楽しい言ってるけど、あんまり雨降って濡れたら風邪ひくで。ほんまに早く帰らなあかんで。コケコココココケコココココケココココココケココ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 ケココ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 ケココ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 ケココココココケココココ。アホ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 コケココココケココココケココ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 ココ。ちゃんと僕をかっこよく撮ってね。前からも横からもかっこよく撮るんだよパパ。テク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 。やっほー、 YouTube の皆様聞こえますか？そういえばまだドギーマンのバリカンが帰ってこないんだ。サマーカットの途中で潰れてしまってドギーマンに怒ったけど、今日で4日目、まだ帰ってこないな。とか電話かかってきて、あと2日で届くみたいだよ。新しいバリカンが来るんだ。ぷぷとか。さっきからクイーンちゃんに体当たりされて僕嫌なんだ。どうでしたでしょうか？ボスくん、クイーンちゃんの心の声は聞こえたでしょうか？多分ね、ボスくんの声がねちょっとね犯罪者っぽいですが、多分ねそれはね、思ってる方多いのかなと思いますが、気にしなくて大丈夫です。ボスくん心優しい子供ですので大丈夫です。今日も一日お疲れ様でした。素敵な夜をお過ごしください。